こんにちは。そうだ。なるほど。そうで、すみません。私は普段から星を見ることを趣味にしている。これらだからこそ。それは。こうしよう。君がうまく。研究の。そう言われたら。急に緊張してきた。ごめん。ちょっとめまいが。私。大丈夫。ちょっと気が散っただけ。これが私が借りたかったプラネタリウムだよね。そうだ。私が質問しようとしたところで、なんだか君の具合が悪そうになったんだが。ああ、寝不足だからいつもめまいがするの。もう大丈夫よ。なんだか雰囲気が変わったか。では、君が取り組んでいる課題を簡単に紹介してくれ。問題ないわ。ざっくり説明するね。占星術師は通常、天体の運行から過去と未来を演算する。これは知ってるよね。実証することは難しいし、過去に対する推測も検証は難しい。だから占星術の研究は大量の経験に基づいて成り立っているの。でも最も複雑な点は、証明された演算でも時間によって星に微妙な変化が生じること。それは聞いたことがある。星の変異というそうだな。そのうち典型的な問題の一つは、軌道が変化する3つの星を同時に考慮して全体の星の変化を予測することよ。三軌道問題というやつか。確かに典型的だが厄介だな。私はこの前一つの予測方法をまとめたの。半数以上の三軌道問題を網羅できるんだけど、制限となる条件がちょっと多くて。この方法は私の指導教員がルタワヒスト学院で実演して三軌道問題の演算難度を大幅に下げた。ああ、知ってるぞ。当時は占星術愛好家の間でも大きな反響があった。ああ、君が提唱したものだったとは。人は見かけによらずだよ。今回の論文では残りの部分を網羅する一方で、一部の制限となる条件を減らし、もっと汎用性の高い方法にすることを目指したの。なるほどな。君以上にこのプラネタリウムにふさわしい人はいないだろう。私はあくまでコレクションとして所有しているだけだ。君のようにその進化を十分に発揮することはできない。ありがとう。使い終わったらちゃんと返すから。それでは失礼します。次の予定はなんだっけ。ちょっと忘れちゃった。え、どうして。私どこか変。へえ、まあいいや。あの子みたいにわざと慌ててみたんだけど、ごまかせなかったね。確か、あの子がつけたあだ名ね。焦燥感が頂点に達するたびに、長期の寝不足が意識の喪失を引き起こす。そこで私の登場ってわけ。ただ、あの子の睡眠時間にも長短があって、そこは完全に制御できない。わずか数秒でも、十分に利用させてもらわないとね。この場所であの子を助けてくれる人はあんまりいないから、自分で助けてあげないといけないの。だから気になってるんだけど、君はなんであの子を助けようとしてくれるの？本当に？よかった。もともとは私がやらなきゃいけないことだったんだ。あの子に激励と自信をたくさんあげたんだね。最後まであと一歩のところまで来たね。もう十分よくできてるよ。
ゆっくりやっていきましょう。あの子はこれからどうするって？そう、それは私が手伝っても意味ないもんね。あの子にノートを残してあげるよ。役に立つかも。さあ行きましょう。知恵の伝道で下準備を。後であの子にも伝えてあげてね。ノートを書くから、気になる質問があったら書きながら答えるよ。マルチタスクは慣れてるから。あ、そうだ、ノートは渡すよう頼んだけど、私の存在は言わないでよ。簡単に言えば、あの子にはコンプレックスがあるから、もしもう一人のレイラの方が全部うまく処理できるって知ったら、あの子は今までの努力が無意味だと思って死亡時期になっちゃうかもしれない。タフな子だけど、いくら強くたって自分に苦しめられるのは耐えられないわ。あの子がだんだん弱っていったら、いずれ私の存在もなくなっちゃう。そしたら誰もあの子を助けられない。ちょっとずつだけど、良くなってきてるんじゃない？君も見てるでしょ？あの子の努力を。私の知識はあの子から来たもの。そして私が見てた能力は、あの子が十分に休んでて、内面も健康だった時の理想的な状態を象徴してるの。教練員のような天才が集まる場所であっても、あの子はとても優秀だって私は思ってる。ただ、成長っていうのは少しずつするものだから、焦ってもしょうがない。私はいつだってあの子を信じてサポートしていくつもりよ。たとえどん底に落ちても、あの子は自虐しながら這い上がってくると思うよ。信じて。だってそういう子だから。よし、指導教員が質問しそうな問題は全部書いた。次はあの子を褒めて励ます言葉を書くわ。もちろん署名なしで。約束を忘れないでね。